皆さん、こんにちは。今日は JLPT N2 の練習問題をします。全部で30問あります。はじめの10問が単語、次の10問が漢字、そして最後の10問が文法です。えー、考える時間は1問につき50あ、ごめんなさい、5秒ぐらいですね。5秒です。 5秒ぐらいです。なので、ちょっと考える時間が短いので、もし時間が足りなかったら、一回ポーズして考えてから答えを聞いてください。では、始めます。このスカートは、うちの娘にぴったりです。ぴったりを使います。 ぴったりはよく服に使うんですけど、あの、ちょうどいいですという意味ですね。サイズがちょうどいいですというときにぴったりを使います。じゃあ次に行きます。あの、安いファーストフード店のハンバーガーは割と美味しかった。 ですね。これ、割とを使います。割とというのは、まあ、あの、そんなに素晴らしいとか、すごく美味しかったというレベルじゃないけど、まあ、まあまあ美味しかったですね。という時に使います。で、この分だったら、安いファーストフード店と言ってますから、多分、安いファーストフード店のイメージは、あんまり美味しくないかなと思ったけど、そのイメージよりももうちょっと良かった。割と美味しかった。 予想よりももうちょっと良かったという意味ですね。では次に行きます。この10年でスマホは広く普及した。 答え3番ですね。普及したを使います。でこの普及するっていうのは、まあ、このスマホの話は結構わかりやすいと思うんですけれども、みんなに広がるという意味ですね。で、えっと、よく使う単語です。普及するとニュースとかでよく見ることがあると思います。こうみんなに広がるですね。それが普及です。で、これはですね、1、2、4。 この日常とか普段とか通常っていうのは、すると一緒には使えないですね。だから、すると一緒に使えるのは、とにかくこの3番の普及だけです。じゃあ、次に行きます。毎日1キロ走ってタイムを記録しているですね。 これ2番の記録が正解です。毎日1キロ走ってタイムを記録している。記録するというのは、後で見てわかるように、こうタイムを書いておくということですね。あの、もちろん書くだけじゃなくて、何かあの、アプリに入れますとか、パソコンに入力します。でもいいですけど、後でわかるように残しておくというのが記録するですね。じゃあ次に行きます。 ケーブルをパソコンに接続する。ですね。ケーブルをパソコンに接続する。接続するっていうのはこう、つなげるということですね。ケーブルをパソコンにカチッと接続します。入れます。ですね。一番も同じ感じで、節が使われてまして、接近ですけど、接近というのはよく使うのは台風の時によく使います。台風が 東京に接近しています。と言ったらだんだん近づいています。近くに来ています。という意味ですね。これ接近を使いますけど、えー、ケーブルとパソコンだったらだいたい接続するですね。じゃあ次です。はい、いいですか。部長の説明は曖昧でわかりにくい。 部長の説明は曖昧でわかりにくい。これ曖昧を使います。曖昧というのは、はっきりの反対ですね。はっきりしていなくて、こう話がちょっとわかりにくい、よくわからない。それが曖昧ですね。これもよく使う単語です。じゃあ次に行きます。 1>, 1ヶ月前から作っていたレゴがやっと完成した。ですね。1ヶ月前から作っていたレゴがやっと完成した。これ完成するっていうのは終わるということですね。あの、最後までできて、もう本当に仕上げました。最後まで終わりました。というのが完成ですね。で、3番の感知。これは聞いたことないかもしれないんですけど、 漢字を見ると分かりやすいと思います。漢は完全の感で、知は治るですよね。病気が治るとか、怪我が治るの、治るの漢字ですよね。で、完治っていうのは完全に治るという意味です。病院に行って完治しましたって言ったらもう完全に元気になりましたという意味ですね。はい。では次に行きます。 3歳の子供が富士山に登るなんて不可能ですよ。ですね。不可能ですよ。これ、あの、1,2,3,4全部なんかちょっとないみたいな意味で使うんですけど、言葉によって、単語によってどれを使うか違いますよね。で、可能という言葉、可能ってできるっていうことですよね。可能と一緒に使うのは、いつも、不です。不可能。 不可能という一つの言葉なので、いつも不を使います、はい。では次に行きます。JLPT のための勉強は順調に進んでいます。JLPT のための勉強は順調に進んでいます。順調にというのは問題なく、 という意味ですね。問題なくこうスムーズに進んでいます。という意味です。じゃあ次が単語最後の問題です。はい。このゲームは簡単だと思っていたけど、思いのほか難しかった。ですね。このゲームは簡単だと思っていたけど、思いのほか難しかった。 思いのほかというのは想像と違うという意味ですね。で、この人はゲーム簡単だと思っていたけど難しかった。だから自分が想像してたのは簡単。でも実際は難しかったということで、その想像と本当のことが違いましたよね。だからそういう時にこの思いのほかを使います。で、1番と2番、予想通り。 と考えていた通りっていうのは同じ意味ですね。予想と同じでしたとか考えていたことと同じでしたというときに使いますよね。でもこの人は簡単だと思ってたけど難しかった。だから1、2じゃないですね。はい。では漢字に行きます。はい。 飲み会に行きたくなかったのに、部長に強引に連れて行かれた。ですね。これ、強引と読みます。で、多分ちょっとこれを見たら、あの、文の意味がわかるかもしれないんですけど、強引に連れて行かれたと言ったら、私は行きたくなかったのに、こう、部長が飲み会行こうよ行こうよと言って、そして連れて行かれたということですね。やりたくなかったけど、やりましたということです。 はい。では次です。来月、出張でパリに行きます。これも <laughs>、ちょっと似ていて、どれかなって迷っちゃうかもしれないんですけど、出張ですね。この漢字は小さいつと最後にうがあって、出張、出張でパリに行きます。じゃあ次です。 社員の考えを尊重するですね。これ尊重と読みます。尊重するというのは大事にするという意味ですね。社員の考えを大切にします。大事にします。で、この10と読みたい、右の漢字10と読みたいんですけど、ここでは尊重、長と読みます。じゃあ次に行きます。 はい。今、抱えている問題について友人に相談した。今、抱えている問題について友人に相談した。この漢字、抱えるの漢字は、抱くの漢字ですよね。あの、赤ちゃんを抱きますとかの抱くという漢字なんですけど、この何か問題とか心配事とか悩みを持っているという時にもよく使うんですけど、その時は、抱えてと読みます。 抱えるという動詞ですね。なので、この4番を使います。では、次です。はい。複数のファイルを選択する。 複数のファイルを選択するですね。複数というのは一つだけじゃなくて、二つ、三つ、四つとか、二つより多い、二つ以上の数ですね。これ複数と言います。そしてこの漢字でこの読み方ですね。じゃあ次です。 駅の階段で転んでしまいました。駅の階段で転んでしまいました。転ぶはこの一番の漢字ですね。意味多分大丈夫だと思うんですけど、こう歩いていて転んでしまいました。ですね。で、二番は運んでと読みます。これ、えっと、一番が転んで、二番が運んでですね。じゃあ次です。 同僚の作ったデータに誤りを見つけたので直してもらった。この誤りは一番、誤りを見つけた一番ですね。で、誤りの意味は間違いです。間違えていることが誤りです。で、この二番の漢字、これも実は誤りと読みます。で、二番の誤りっていうのは、あの、誤ると聞いたことがあるかもしれないんですけど、 ごめんなさいと言います。その謝るですね。だからちょっと読み方が、あの、ひらがなが同じなんですけど、意味が全然違うので気をつけてください。1番も2番も謝りですけど、1番は間違い、2番はごめんなさいの意味ですね。じゃあ次に行きます。 このキノコには毒があるので食べないでください。このキノコには毒があるので食べないでください。この漢字は2番ですね。毒って何ですか毒はポイズンですね。キノコだから、キノコ毒が時々ありますよねで。1番は妻の漢字ですから、ちょっと漢字に似てますけど、意味が全然違うので気をつけてください。じゃあ次に行きます。 駅で火事があって、駅前はたくさんの人で混乱していた。駅で火事があって、駅前はたくさんの人で混乱していた。で、この混乱は4番ですね。混乱するっていうのは、なんかちょっとパニックみたいにいっぱい人がいて、みんなどうしたらいいかわからない。どうしよう、どうしよう。みたいな、そういう状態を混乱と言いますね。じゃあ次です。 その法案に反対するために署名運動をした。その法案に反対するために署名運動をした。このえ法案というのは法律の案ですね。こういう法律を作りましょうという案ですね。で、それに反対するために署名運動をした。ですけど、この署名運動は何でしょうかね 署名運動っていうのは、みんながこう自分の名前とかを書いて、あの、私たちみんなこういう意見がありますというふうに、あの、そういうふうに誰かにこう見せる、その運動が署名運動ですね。で、その時この一番の漢字を使います。あの、デジタルの署名運動でも署名運動という言葉を使います。じゃあ、これで、えっと、漢字が終わりですね。 あと最後に10問、文法の問題をします。はい、いいですか来週は JLPT だから勉強しないわけにはいかない。4番が答えですね。しないわけにはいかない。 で、このないわけにはいかないというのはしなければいけないということですね。ないわけにはいかないはしなければいけないです。じゃあ次に行きます。はい。寝坊していつもの電車に乗り遅れるところだった。 間に合ってよかった。答えは2番ですね。寝坊していつもの電車に乗り遅れるところだった。間に合ってよかった。で、ところだったっていうのは、〜何々しそうだったけどしなかったという意味ですね。でこの人は乗り遅れるところだった。だから、ああ、乗り遅れると思ったけど乗り遅れなかったですよね。だから、間に合ってよかったと言っています。ですか じゃあ次です。はい。あの歯医者に行ったら良くなるどころかさらに歯が痛くなったよ 答えは2番ですね。あの歯医者に行ったら良くなるどころかさらに歯が痛くなったよ。これ、歯医者に行ったら治してもらって多分良くなる、歯が良くなると思ってますよね。でも、このどころかを使ったら、なんかこの良い,いことがあると思ったら、その反対に悪いことがあったよとか、期待していたこと、想像していたことの反対のことが起こった時に、このどころかを使います。 あの歯医者に行って、私は歯が良くなると、痛くなくなる、良くなると思ってたのに、それどころか逆に歯が痛くなったよという意味ですね。じゃあ次です。A 社から連絡が入り次第、田中さんに知らせます。 A 社から連絡が入り次第、田中さんに知らせます。でこの漢字次第と読みますねで。次第っていうこの言葉を使った文法が他にもあるんですけど、えっと、今この中でやったのはすぐという意味ですね。A 社から連絡が入ったらすぐ田中さんに知らせますという意味です。でその時は次第の前にマスフォームのステムを使います。入ります。 マイナス、マスで、入りですねで。マスフォームのステム、プラス次第。で、意味は何々してすぐという意味ですね。じゃあ次です。山田さんは甘いものが好きに違いない。毎日甘いものを食べているから。 山田さんは甘いものが好きに違いない。毎日甘いものを食べているから。で、違いないというのは絶対そうだと思うという意味ですね。で、まあ、山田さん毎日甘いものを食べてるから、絶対甘いものが好きだと思うということですね。じゃあ次です。 具合が悪い時に車を運転したら事故を起こしかねないですね。具合が悪い時に車を運転したら事故を起こしかねない。で、兼ねないっていうのはかもしれないという意味ですね。具合が悪い時に車を運転したら事故を起こすかもしれないですね。で、兼ねないの前、 の動詞は、これもマスフォームのステムを使います。起こしますのマイナスマスで起こしですねで。かねないというのはかもしれないという意味なんですけど、いつも悪い時に使いますね。悪い,悪いことが起こるかもしれないという時に使います。で3番の恐れがある。これもあのかもしれないで悪いことが起こるかもしれないという時に使いますね。 恐れがあるは、えっと、同じ意味が同じですね。兼ねないと大体意味が同じ、似ているんですけど、恐れがあるの前の動詞は、あの、ショートフォームを使います。普通のですね、プレゼントショートフォームを使います。だから、例えば、起こす、事故を起こす恐れがある。だったら、この恐れがあるを使うことができるんですけど、この問題の中では、起こし、 というマスフォームのステムを使っているので、この2番が答えになります。はい。じゃあ次に行きます。はい。年を取るにつれて疲れやすくなってきました。年を取るにつれて疲れやすくなってきました。 年を取る、だんだんこう30歳、40歳、50歳って年を取っていって、それと同じように疲れやすくなってきましたということですね。じゃあ次です。はい。うちの娘はまだ2歳なので、 自分の名前を言うことさえできないですね。うちの娘はまだ2歳なので自分の名前を言うことさえできない。答えは1番です。この際はもの意味ですね。自分の名前を言うこともできないですね。じゃあ次に行きます。 本日に限り全品50%オフ。本日に限り全品50%オフですね。はい。に限りというのはだけですね。本日だけ全品50%オフです。では、最後の問題です。 日本には富士山をはじめ綺麗な山がたくさんありますよ。日本にはは富士山山をはじめきな山がたくさんありますよですね。えっ、ー、と、これ、綺麗な山がたくさんあります。いっぱいいろんな山があります。で、をはじめを使ったら、何か代表的な一番有名なものを例えばとして言います。 でこの日本の綺麗な山がたくさんありますけど、その中で一番有名なのは富士山ですよね。だから富士山をはじめ、まあ、例えば富士山とかという意味ですね。はい。じゃあこれで30問が終わりました。皆さんどうでしたかできましたか はい。えっと、今回はその JLPT の前なので、このクイズを作ってみました。また他のビデオもあるので、ぜひチャンネル見てみてくださいで。私のウェブサイトとパトレオンもよかったら見てみてください。では、今日もありがとうございました。